園庭に響くレクエム、守られし者の霊気、あ、そうだ。これね、調査を果たしたと。遺跡最上階の中央にある部屋に行くと。行こう。お、洗礼が導いてくれるんか？どんな展開になるのか全くわかんないね。いざ。わ、反対。え、これは。これ。いけないのかな？あ、いけるいける。逆さだ。クリオネ、あ、何回に似とると思ったらクリオネに似てるんだ。来た甲斐があった。色的にもそうか。この色だったら何かに似とんなと思ってた。クリオネだった。捕食シーンが怖い。見た目に反する捕食シーンのクリオネ。下なんかあんのかな。わ、なんかありそう。ありそうだけど、降りるとめんどくさそう。ダイン、さっきから一言も話さないけど、大丈夫か？気にするな。ただ昔のことを考えていただけだ。まさか。この俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。ふーんだ。あら、心配してやんないぞ。あれ、ちょっと待って、高所だ。上にいるんか。とりあえず、あ、なんかこのビックリマークのとこ行ってみようか。こんなところに、どうやって入ったの、こいつ。様子がおかしいな。切ない話だな、これまた。ここから地上に登れるかどうかっていう心配をしてないのがすごいよね。ないなぁ。なんか一瞬、なんか一瞬、あ、一緒に帰ってきたんだ。またおもちゃで遊んでるのか。機運紹介って行明さんのところのあれだっけ。レベル上がりました、おめでとう。
あの周辺にあるのかな。なるほど。まだ溜まってないんだね。あれ。元気になったんだ。ビーコン、懐かしいの。なるほど。それはもう別にメインよ。戻ろう。いいよね。こういう位置関係なの。さっき見つけたのかこれかな。ここに行くんよね。これさっき開けた。ここかな。これワープポイント開けたよね。こっちじゃないよね。行ってみりゃ分かるか。あ、1時間経ったデータ取る。次はどこに行くんだ。4633。イーユエの名所を巡りたいならいい案がいくつかあるぞ。3万ポイント入ってるね。この1時間は868。17時台で59415 39790 39790。今週は C1 だから、あの、もう今一応広角プラス843だけど、まあウィークリーだけいければいい感じだね今週はね。これ上なんだよな。地方面から行っとかんといけんのかな。極力高いとこキープして行った方が良さそうよね。どこから上は上がれないもんね。あの辺から上がれるんかな。そこのあの鶴みたいな、あっちから行けるかな。ちょ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 あの鶴みたいな、これ行けるかな。ここ上がれる？ここは上がれない。上がれんの？内側から行かんといけんの。あ、一回ワープ使って上。あ、めんどいな、めんどいな。どうにか上の段に上がんないといけないんだね。こっちね、
んかな。そこ一段上がれそうだけどね。あ、でもこれこっから上がれんのか。この際どいとこもダメ。ダメか。そこ上がれるんかな。下がないから。どっか欠けてて上に上がれるとかないかな。もう一段上に上がらんと無理だね。ちょっと出直すか。あの段くらいには多分上がれてたよね。ポイント入ってよかったです。よかった。ありがとう。そう。ありがてえ。3万ポイントはでかいぞ。このツルを使っ、これかな？これ伝っていけるかな？あ、なんかいけそうな雰囲気じゃない？ワンチャンありそうじゃね？あっ！バカ！そんなことせんでもいいのかな？でもやっぱそこから行くっぽいよね。わかんないけど。上がれるんかな？これでも。ワンちゃん一旦下から下に降りてそこから上がれるようになってるとかそういうこと。ちょっといろんな可能性を模索するか。こういうやつは倒しとこう。これさっき敵じゃないって言ってたのに。いけるものは全部いっとこう。今私も原神してますが、アンドリュースのところにポケットワープを設置しました。不便で困ってました。アンドリュースってなんだっけ。アンドリュースのところにやった。あ、アンドリュースか。アンドリュースってことか。あ、わかったわかった。あれね、狼のやつね。来た甲斐があった。狼です。そういうことね。お金取っとこう。名前違ってたか。いや、一瞬何のことかと思った。アンドリュースね。岩山八九。結構上なんだな。ちょっとシールド邪魔。どっから上がるかだな。ちょっとシールド邪魔なんですね。はい。こっから上がる。やっぱり千のんかな。そこに行けばいいんだもんね。いや、無理だよね、これ。あの上に上がると。ちょっと下を散策してみよう。これなんだっけ。これ回復できるところがないと。間違えた。
間違えた。意外と範囲あるんだろう。これレベル1じゃ無理っぽいよね。あ、いけるんか。お、これで行くとか。これで行くんか、もしかして。全然届かんよな。探索しながら探すか。岩山八九、天道万象。全力攻撃だ。もう。はい。太陽に。行けないんだもんね。なんかどっかないかな。あれはワープポイント、そこに上がるには、あ、じゃあこっちか。やっぱりさっきの根っこが有力だな。根っこ説有力だと思うわ。アナギハさん、こんばんは。エンシェントビシャップのところに設置してましたが、もう不要になったので。確かに常によく使うところに置き直すのいいね。この根っこを使う説有力じゃね。ちょっと今度は慎重に。はい、そこれでいけるか。もうここしか思い当たらんのだけど。上がれるんかな。中に入れる。あ、そこ開いてね。あ、そこ開いてる気がする。開いてるね。落ちたくない。危ない。キャラコンが問われる。いざ。はあ、危なかった。まあ、あの根っこを使っていくが正解っぽいね。え、なにこれ、いつの間にか、なにこれ、いつの間にかなんか手に入れてるけど、どのタイミングでもらったんだろう。まあ、いや、とりあえず今関係ないか。この上かな。まあ、ちょっと待って、これは何だ。生物か。はい。お、この部屋には邪魔な扉がないみたいだぞ。これでようやく真ん中の部屋に行けるな。早く行こうぜ。行けるか。どうしようかな。なんかボスっぽいの出てきたいけんけ、ちょっと分けとこう。